おはようございます。クロフィッシングライフです。今川にやってきたんですか。ちょっと早めにね、ちょっとここに入ってます、例の場所ただね、あっち線路沿いにね、あの辺がちょっと人増えてきたらさ、どうしてもトークを動画的にね、ちょっとあの喋れなくなっちゃうから、不審者みたいになるから。なんで、ちょっと早めに人から遠いポジションを取ってるんですよ。だから、朝一ここに入ってる理由っていうのは特にないです。ただ単に、喋れるところに入ったっていう。人を避けてね、どうしてもやらなきゃいけないから、俺。さすがにまだね、関係ねえよって。人がおろが関係ねえよって喋れるようなね、度胸がないから。もう普通に通報されるよね。焦げん場所があったんだな。草木が枯れてから入っていけるようになったけど、次しのどうだ、結構あるな。あ、深い深い。水深もそれなりにある。ちゃんとここ少しだけここ丁寧にやっていきます。この穴をね、一個一個大事に攻めていくことが大事です。穴に落として奥まで入れたら、こうやってズブズブしてあげる。ズブズブし終わったら、また次の穴に入れて落として、こうやってズブズブしてあげる。そしたらね、こうやってルアーがビチャビチャになって帰ってくるから。で、また穴に入れたら、こうやってズブ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 ってやって、で、またこっちの穴に入れて、ズブ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 って。有名なこの夢タウン下なんですけどね、ワームに関してはさ、巻きアクションしっぱなしとか、巻き通しで釣れたイメージがないんですよ、ここ。プラグとかだったら、全然巻き通して釣ってる人いっぱいいるんですけど、このワームに関してはね、こっちからアクションしたらここ釣れんのっすよね。あんまり極力流れ使って、もうワームのアクションだけに頼るみたいな感じでやらないと。だから特にこのブレーバーとか沈み虫はね、マジおあつらい向きなんですよ、ここ。で、もうちょっと飛距離欲しいなと思ったら、沈み虫投げます。できんじゃねえ。うそ。はあ、マジか。ちょっと玉ねぎに絡まってただけだった。でけえとか言ってた。恥ずかしい。ありがとう、でも。センキュー。綺麗な魚体。ああ、もうちょっと金釣りたかったけど、もう頑張るか。よし、ありがとう。よいしょ。どうした？いけるかな？よいしょ。あれ、ここどこ？みたいな。長尾川に移動してきたんですけど、急に暖かくなったな。暑いから、インナー一枚脱いだ。よいしょ。この橋脚がね、上ちょっと低いから、キャストすると気をつけないと竿ぶつけちゃうんですよ。じゃあ、釣れる？一匹。大きい。
ここの魚はそんな大きくないですね、うん、今川のが大きいです。ここ結構釣り機要素多いもんね。はい、最近流行ってるみたいです。なんかよう釣れるみたいです。なんか結構釣れてるみたいですよ、こっちのは数が上がるみたいな。やっぱ釣ったら逃がすの？逃がしますね。ちょっと食べれたもんじゃないです。ありがとうございます。この辺釣れんの？どの辺ですか？この辺投げたら。いや、もうなんか物がないからですね、何も入ってないから。あっちの流れ込みとかの方が釣れます。なんか小倉から来る人もおるもんね。あ、僕小倉っす。小倉南区。いやいや、南から来る人おるよ。はい、もう近いけっすね。あと田川から来る人もおる。田川すごいっすね。田川から来る人はね、はい、あのスッポン釣り機よ。スッポン、あー、おるよ。はいはい、こんなスッポンいるんすね。俺も釣ったんよ、こんな。マジっすか。スッポンはちょっと釣りたくないです。本当におるよ。スッポンはちょっと怖いけ触りたくないですね。はい、ありがとうございます。やば、河川敷で昼間から飲んだくれてる。まあ休日だしね。あ、取れた。